ところがですね、この筑紫の松田あがたの玉島の里で起きた事件を、その後もずっと考えておりましたら、やはり神宮皇后家に来てくださってる田中さんのおかげでですね、この勝戸姫が糸島の神社に祀られてるという話を聞きまして、それで筑紫の松田あがた、実はこれが棟方のことだろうということが分かってきて、勝戸姫はそのまま宮地嶽神社の本来の祭神ではないかということが分かってきました。で、これは「万葉集」の中に「たらし姫神の御事なえつる」と「見立たせりし石を垂れみき」という歌があります。で、神宮皇后が「よつろうとお立ちになった石を誰が見たか、いや誰も見ていない」。で、この「古事記」の中の中で、その磯の名を、神宮さんがお立ちになった磯、石ですね、石の名を勝戸姫というんだという、こういう悪中がありました。で、この「万葉集」の歌を考え合わせた時に、恐ろしいことに、これはいわゆる達磨人形の、あの人形の語源と同じ無ごたらしい処刑が行われた結果だということが分かったわけですね。つまり生きながらにして手足を切り落とされると、これを古語で石ころりすと言うんだそうです。それが現代の殺すにつながったそうです。だから勝戸姫をの手足を切り落として、その上に乗っかって鮎を釣ったという、そういうことを、神宮さんはやらかしたというわけでありますね。で、その場所がどこかということで、以前はですね、こういったものがまさしくこれは肥前の方ですね、肥前の松浦に残っていたんで、ここまで出かけたことがあります。そしてそこには本当に石が置いてあるんですね、こういう見立たしの石というのは。で、最初はここかなと思ってたんですがね、どうも歌と、それから、田中さんがからいただいた情報と合わせると、いやー、これはどうも棟方で起きた事件じゃないかということが分かってまいりました。そうしますとですね、この松田あがた、これがもともとは筑前の松田あがた、筑紫の松田あがたであると、これは「魏志倭人伝」に出てくる松露国というのが棟方の宮地嶽神社のあたりじゃないかということになってきたわけですね。だから宮地嶽神社は今でこそ神宮皇后を祀ってありますが、もともとはこれも糸島の宮地嶽神社と同じように、勝戸姫、本当はやっつけられた、手足を切り落とされた勝戸姫の方がもともとの祭神ではなかったかと。と同時にですね、「魏志倭人伝」に書かれた松露国もやはり棟方ではなかったかということと合わさってきたわけです。これも大変なことだったんですね。で、にぎたずに船乗り船と付きまてば潮向かないに今は漕ぎでなというのは、その棟方の勝戸姫を退治しに行く時の出航の歌であろうということも分かってきたわけです。ほんで、いつのあがたというのも調子と違いまして、このにぎたずがあったあたりがいつのあがたであろうということもだんだん分かってきたわけですね。そうしますと、やっぱり邪馬台国、大和の国はやっぱり豊国、今の田川あたりになるんじゃないかと。ということも我々にとっては必然の結論であったということですね。で、その神宮さんがまさしくその勝戸姫を石にした後に、石ころにした後に、その石の上に立って釣りをした場所こそが棟方の釣り川ではなかろうかと。何にも書いてなくてもこれだけで「日本書紀」と現地伝書を合わせていったら、釣り川こそが、このほとりこそが勝戸姫がやっつけられた場所ということになってくるわけですね。